私たちはアミンチュを応援しています。冒険、発掘、アニメに特撮、旅、そして体操、ライブ、みんなでニュースを作ろうよ。6時だよ。知ったかぶりかいつぶりニュース。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。今日はこの曲からスタート。琵琶湖線が遅れても大抵草津線は待っています。琵琶湖線の大切な人たち困らせたくないの。でもね、草津線が遅れても琵琶湖線は待っちゃくれないわ。時間が来たらお次のホームへ。いいのいいのそれで、だけど一つ言わせて、待たせているのは草津線だけじゃないんでしょう。湖西線の存在知って知らぬ顔で待っています。住まいを売る、貸す、どう生かす、ご相談ください。いいねを一緒に探しましょう。ピアライフです。北州詐欺から東大見市のおじいさんおばあさんを守れ。ラスボスさん騙されんといてリサイタル、東大見市編。今滋賀県では特殊詐欺が多発中。2014年の被害総額は5億6600万円。2015年も被害がどんどん広がっています。このままではますます滋賀のおじいちゃんおばあちゃんが危ない。そこで安野おっさん、特殊詐欺防止の啓発のために。安野おっさん、東大見市でもリサイタルショーするんですよね。リサイタルするんやね、はい、これ決まったね。パッパパーン。さあ、何のリサイタルかというと、はい、東大見市は詐欺いらん安野おっさんリサイタルショーです。時間がですね、11時からと、うん、あと15時30分からの2回公演です、うん、12月6日から、はい、ではご案内していかなあかんな。はい、そうですね、うん、行こう行こう。はい、行きましょう。よく見かけんねんけど、止まる割がないから。あ、そうやね。写真写してもらえよ。バーコードも堪能しといて。ほんまや。おやおや。あ、バーコード変わるか。よいしょ。おや。何さ、安野おっさんだ。この人も友達や。こんにちは。食べられたせいで。え、おむいのお寿司。え、おむい。おむい。凍ってるから、それまでズボン切って食べて。あ、うん、さしがありがとうね。お父さんの子何？大貞さんっていうの？この辺で取れたお寿司。そうそう、ビワコで。あ、ほんまに。うな寿司はもうちょっと疲れが疲らへんから、それは早く使うね。あ、で、小イカの一種でこれぐらいの魚。それもあれ、船寿司みたいに慣れ寿司なの？はい。ほんま、初めて食べるわ。うわー、ありがとねー、大きに大きにのお寿司いただいたわ。大事なこと思い出した。何ですか？
もう11月半ばやけど、まだ年賀状書いてんよ。うん、いや、今年のですか。今年はもう出しますよね、はい、ああ、なるほど、うん、準備がまだできてないってことですね。来年はかいつぶり年やったっけ。いや、来年何やったっけ。ちょっと僕も思い出せないです。大丈夫ねえ、うし、とら、う、たつ、み、今年は何なの。あ、わかんないです。それのにそれ言うてもしゃあないのよ。さっきはあれ、思いがけずうぐいのお寿司もろたな。はい、知ってた。うぐいのお寿司あるって。いや、初めて知りました。やっぱあれやな、東近江市さんは大きいから。はい、名物とか、はい、東近江市といえばこれっていうのはいっぱいあるな。あ、多分そうですね、各地にありそうですね。あの東近江市さんやったらな、永源寺こんにゃくとかな。永源寺あるわな、はい、それからタコも有名やろ。はい、これに二五八祭。はい、そうですね。あと、はい、東近江市はこの辺もそうやから水車やな。はい、そうですね。うん、あるし、いろいろあるな。水のもんもあった。あとあれがあるかな。はい、お山、何やった。太郎坊ですか。太郎坊さんもあるな、はいはい。この防犯リサイタルアンギャは一つの市をじっくり回るので、その地域の良さがいろいろ見えてくるね。安野さん、もうとっぷり日が暮れて、山肌もオレンジに染まり、タックルの白いパーカーもオレンジになり。いや、もともとオレンジです。あ、そうか。乗ったらええがな。ほんまですね。出世するね。タックル、この辺は濃いゾーンやねんて。濃い、濃いゾーン。ゾーン。ほんまって書いてます、ね。うん。いやー、なんかこの辺の声、なんかすごい元気あったもん。ドリフトみたいな感じで動いたで。多分餌もいっぱい食べてるんですよ。うん、船あるね、船。なんか長っぽい船がある。これあれちゃうの、この辺の水路昔はこういうので行き来してたのちゃう。あ、かもしれないですよ。うん、すごいな、残ってるんです。いつぐらいなら、さっきのおばあちゃんらが若い頃かな。はい、まあ、いや、かもしれない。タックルもその頃にここいたらね、はいはい、今日8時に船でお前のところに迎えに行くよ。あ、でも雰囲気ありますね、それは。待ってるわね、みたいな。はいはいはい。女やったちゃうのかもしれないですね。そんなないわ。あ、ない。そんなことはない。夢物が。たまへんでもうバーコードも触っといて。バーコード触っときゃ。笑けるやろ、バーコード触ったら。面白い。面白い。タクル、いつの間に自転車乗ってカメラ構えてるの。いや、僕こっちです。あ、ジャンパーの色が一緒やったから。こんにちは。タックル、バテたんかいな、もう座り込んで。いやいや、2回目です。あ、そうか、そうか、そうか。2回ぐらいええがな、ケチやな。3回ぐらい乗ってくれてもいいやね。それでは1曲、特殊詐欺を防ぐため、安野おっさん心を込めて歌います。恋の救急トレイン。普段もあなたなら騙されないわ。だけど誰でも追い込まれたら別でしょう。事故とか首とか裁判逮捕。あなたの心が狂々になっても止まらない。それが相手の手口よ。それが詐欺の手口よ。あなたを置き去りにして、どう
加速する会ってくれてありがとうと言いたい滋賀の小さな企業。会ってくれてありがとうと言いたい滋賀の小さな企業。すでにたくさんの投稿をいただきました。この番組でも県民から寄せられた会ってくれてありがとうと言いたい企業やお店を紹介してきましたよ。あなたの周りにもありませんか？会ってくれてありがとうと言いたい滋賀の小さな企業、ぜひご紹介ください。宛先はこちら。 Facebook でも紹介しています。それではそいつはまずいよ、スタラク体操大津紙編いってみよう。茶にするんでしょう、どうせまた飲みすぎてえずくんでしょう。運動はスポーツ中継見てるだけ、そいつはまずいよ、血だらけ体操。脳の生活習慣病、体がパンクする前に運動で予防しよう。辛いものが好き、そのくせ甘いのもいける口、ウォーキングするって靴を買っただけ、食べ過ぎまずいよ、血だらけ体操。やだやだ生活習慣病、ズボンのお尻がラチ消える、あら八分目だよ。毎年検診に行こう。大丈夫？自覚症状がなくても病気が進行している場合があるのよ。検診で早期発見しましょう。元気やからこそ大事やね。今日のエンディングはこちら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。